聖地巡りに行ってみました。行き先は栃木県の日光です。朝早くからみんなで車で出発しました。朝の9時に日光東照宮に到着しました。眠り猫に会えるかな。早速東照宮の中に入るとすぐに有名な猿を見ることができました。豪華な陽明門は国宝に指定されています。きらびやかでずっと見ていても飽きません。徳川家康のお墓がある奥社の参道入り口に眠り猫がいました。眠り猫って思ったより小さいんだ。階段を上ると徳川家康のお墓がありました。とっても立派なお墓です。近くにある滝納神社にも行きました。とても神秘的な空間でまさに聖地といった感じでした。二良山神社でお守りも買いました。千手ヶ浜で上祐代表のお話を聞きました。みんなで瞑想にチャレンジしました。千手ヶ原遊歩道は整備されていて初心者でも歩きやすくなっていました。自然を満喫しながら歩きました。日光で買ったお守りのご紹介です。二良山神社と日光東照宮のお守りです。夜は目が大きく丸く開くのでイケメンになりますが、メス猫です。私の住んでる東京カラス山のマンション、これに出入りする、野良犬ではなく地域猫の犬飼いです。イケメンで有名です。はい、人はあんまり恐れません。首の周り白く輪っかになってて、顎が細いのが特徴です。ご視聴いただきありがとうございました。楽しんでいただけましたか？ぜひ一緒に日光の聖地と大自然を巡ってみませんか？では次回もお会いできるのを楽しみにしています。ありがとうございました。